はい、こんばんは、後藤です。いつもですね、ブログを見てくださってありがとうございます。さて、今日はですね、うん、継続できない人の特徴ということで、この話をしていこうと思います。えなぜ今日はこの話をするのかというと、まあ、えー、物事がですね、継続できない人っていうのは、まあ、あの、ある特徴があるから、ちょっとま、それについて、あの、話していきたいなと、 まあ、持ったからなんですけども結構その年が明けて2018年気持ち新たにこれをやっていこうこれもやろうあれもやろうあれもやろうみたいな感じですね、えー、3つ4つ5つと毎日こう毎日取り組むようなこうタスク日課みたいなものですね追加していった人もいるかもしれないんですが、えー、多分残念ながらもう止まってるんじゃないかなと思うんですね で、これ何が原因かっていうと、あのーまあ、こうなん継続できない人っていうのは、最初からたくさんのものを、えー、やろうとしすぎ、5つとか6つとか、毎日新しいタスクをこう付け加えるって、まあ、いいんですけど、それって続かないと意味ないわけですよね。例えば僕が、まあ、今毎日ブログ更新しても3年ぐらいになりますけど、まあ、3年半ぐらい。 1200記事とか毎日やってますけど、これも、えー、毎日更新するっていうふうに決めてたんですね。特に最初の方は特にそうですね。1000、まあ、文字書くっていうノルマもあったんですけど、まあ、基本的に土台となるのは毎日更新し続けるっていうことが僕の中のテーマだ。テーマというかその、えー、やるべき、まあ、決めてたことだったので、 例えば、まあ、今日はブログをお休みしますっていう記事ですら更新していくということですね。だから更新するっていうこと。文字数関係なく更新をするっていうのをとにかく止めないと。で、これだけ徹底して、特に1年目はやっていったわけですね。では、まあ、もう1個、まあ、広告をね、手書きで書き写す写経っていうのがあったんですけども、まあ、その2つですね、大きくしっかり決めてたのは。で、これは未だに毎日やってるので、 もうあの当たり前のように、まあ、習慣化してるっていうのもあるんですけども何が言いたいかっていうとあのー、これが3つ4つ5つとなると続かないんですよねだから1個まず1個だけに集中して、えー、まあなんかねよく言われるんですよ習慣化させるためには例えば21日間かかるとか、えー、90日かかるとかって言いますけど例えば、えー、やる 具体的にやっていこうと思うのであれば、本当に続けていきたい、えー、毎日のタスクっていうのがあるのであれば、まず1個を、まあ、21日とか90日とか、1個だけ絞ってやっていく。で、それが当たり前のように、えーまあ、毎日歯を磨くように、えー、やらないことがもう気持ち悪いみたいな、もう生活の一部になった時に、新しい次また、えー、タスク、日課を増やしていく。 って感じで、えー、やっていくと。まあ、これはま計画を立てていく話で言えば、3ヶ月に1つ。だ1年間で4つの日課、新しいですね、えー。4、3、12、4つの1年間で4つの、えー、日課、新しい習慣を身につけようっていう年間目標があって、で3ヶ月間で1個。で、次の3ヶ月間でもう1個。 で、次の3ヶ月で、まあ、もう1個付け加えて、最後の3ヶ月でもう1個って感じで、まあ、4つとか持てば、うんた、かなり変わるとは思うんですね。なので、この、逆にその4つを、えー、1年の最初、1月からいきなりやろうとすると、これは続かないんですよ。止まっちゃうんで、できれば、まあ、3ヶ月とかで、まず1個を続ける。で、次の3ヶ月で追加していくって感じでやっていくと、 あのー、しんどくないですね。自分の中でこう、当たり前のようにやっていける日課として、習慣化した後なんで、もう一個追加しても、えー、違和感があるのはそのもう一個の一個、常に一個だけ。こう、やるの腰が重いと感じるのは常に一個っていう状態にしておくのが、えー、まあ、継続、一個のことを毎日継続していくための、まあ、コツというか、ですね。なので、ぜひ、えー 何か新しいことを始めていきたいと思うのであれば、一個ずつ、一個ずつ確実に続けられるような行動パターンで一個ずつ増やしていってほしいなと思います。そうすることでですね、えー、今年一年終わる頃にはですね、あなたは毎日大量のタスクをこなせているような、当たり前のように大量のタスクをこなせるような、えー、体質になっているんだと思います。そんな感じで今日は終わっていきたいと思います。ではまた。